日本兵庫県伊丹市寺本寺本は、兵庫県伊丹市の地名。現行の行政地名は、寺本と寺本東の二つの町底に分かれており、寺本は地番整理実施済み、寺本東は住居表示実施済みである。伊丹市西部の地域で、寺本の南東に突き出した一角が、寺本東となっている。北を、奥旗、北東を、今陽北、東を、今陽、 南東を、今陽南、南尾山田、西尾池尻と接する。現行の町邸は、寺本1丁目から6丁目までが存在する。郵便番号は664-0026。全域が、伊丹市立花座と小学校及び松崎中学校の校区である。現行の町邸は、寺本東1丁目から2丁目までが存在する。郵便番号は664-0020。 大部分が、伊丹市立花座と小学校及び、松崎中学校の校区だが、小学校に関しては一丁目の一部が、今陽座と小学校の校区となっている。奈良時代に、高層、行基が、今陽寺の前身となる、今陽繊維を開いた場所で、1605年の摂津国絵図には、行基道村と記されている。行基ゆかりの古札として、近隣の数形を集めた今陽寺は、 完成年間の説明書図へにも詳細な入りで解説されている。1889年、町村制志向に伴い、川辺郡、稲野村の大技寺本となる。1940年に稲野村と伊丹町の合併により、伊丹市の大技となり、1980年に寺本1から6丁目と、町名変更を実施。南東部に残った大技寺本は2007年に、 寺本東1から2丁目となり、全域で住居表示が完了した。寺本の町内を国道171号線が、西側を県道42号線がそれぞれ走っている。伊丹市バスでは、今陽座と寺本東などの停留所を町内に設置しているほか、近接する寺本公団前、池尻団地などの停留所も利用可能。 阪神バスも天ヶ崎宝塚間路線の混用座と停留所を設けているが、場所は、伊丹市バス、阪急バスの同名停留所からやや離れている。域内に、鉄道は走っておらず、阪急伊丹線伊丹駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。